はい、レトロボーイ一郎です。今日はね、またちょっと変わった飲み物というか食べ物を、ちょっと面白いのを見つけたんで紹介します。飲むおにぎりということで、梅かつお味と梅昆布味という減塩書いてあります。ほら、これウィダインゼリーみたいなパッケージになってまして、おにぎりを飲む、まあこれね、エネルギー補給カロリー200って書いてあるんですけども、2種類味がありまして、ほんとこうやって見ると、あ、ほんと飲むおにぎりって書いてありますね。うん、エネルギーこれで1つ200カロリーってことなんですけど、イメージ美味しそうですよね。梅昆布と梅かつお両方とも、まあ梅はね、保存に効くっていう意味もあるんで、多分梅使ってんじゃないかなと思うんですけど、じゃあまずちょっと食べてみようかなと思います。これで、お、匂いは別に普通の、うん、なんだこれあのね、昆布と梅の味が液体で出てきます。グワって入ってくるんですよ、お布団。うん、でお米が、まあ歯ごたえもあるんですけど、これね、常温で置いてたんで、これぬるい。うん、冷やした方がいいのかな。いや、これ難しいとこですね。冷やしてもまずいし、高温下げて、ただ冷やしてもと書いてないんですけど、あれ、これすごい味するうん、食が進まない。うわこれはあ、梅かつおの方がまだ、まあ、かつおの味がちょっと梅より勝ってる。ただ基本的には先ほどの梅昆布と同じ、あの液体がメインで米が後から入ってくるって感じの味わいですね、この飲むおにぎり。ちょっとこれ出してみましょう。うわ、まあちょっとこんな感じで、うわしんどいな。すごいですよ、見た目も。すごい、見た目的にはちょっと黒いんですけど、こうやって見るとやっぱり飲むって書いてあったんで、液体なんかね、7割ぐらい液体で、あと米なんで、なんかね、おにぎりっていう感覚で食べると、もうちょっと液体なくてもいいかなという感じはなんか個人的にしました。うん、ただね、ちょっと僕もね、なかなかこれはちょっと苦手が、中世一郎評価甘いのに、うん、これはちょっとね、その一郎さんがダメって、だいたいいつもさこれは難しい、うん、登山、キャンプ、考える旅行、スポーツ観戦、スポーツ観戦、これちょっとすごいかな。登山でもやだし、キャンプもやだし、海外旅行もやだし、普通のゼリーの方が進むと思う。あ、うん、まあただほら200キロカロリーよね、これおにぎりとして。おにぎり好きの人ならいけるかもしれない。おにぎり持ってくよ。え、それ言っちゃもうもうおしまいって感じ、元もこうもないって。おにぎり持ってく、はい、なので、ぜひ、気が向いた方はチャレンジしてみていかがでしょうか。すごい回でしたね、はい、なんか締まらないし、コメントも困るし、まあ、じゃあ今日はこの辺で、皆さんお元気で、はい、さようなら